韓国どれだけ回れるかやっていきたいと思います。イエーイ。まだまだ先が、あ、めっちゃ美味しい。美味しい。緊急で動画を回しております。マジで緊急で、はい、タシさんが一番前にいて、一緒に私とミヒョンさんどうぞ。そうです。到着しました。いろいろ見たいと思います。はい、無事サクさんとも合流することができました。それではホンデの街を楽しんでいきたいと思います。でお買い物中です。はい、なんか街中にこういうイラストというか絵画なのかな、飾られてます。アートって感じの街ですね。なんかこの歩いてるこの下もずっとカラフルやったり、街の雰囲気がミョンドンとはまたちょっと違うですね。ホンデは美術大学が近くにあったり、通りの名前がピカソ通りっていう名前になっていたりとですね、非常にアートに囲まれた、そして若者が集う、そんな賑やかな街となっています。最近はね、ひろみちゃんのコラボを見てて、あやさん、たくさんです。じゃーん、サーティワンでクラミちゃんのアイスを買いました。いいね、日本にはないです。あ、そうなんや。はい、こんな食べてみます。な、どんな味かなんか全然わからないです。ソルベやったっけ、ブラックソルベスティックバー。なんかソルベは果汁みたいな見たんやけど、どうなんやろうな。かわいい。あ、すごいかわいい。あ、しかもこんな感じで入ってんねや。チョコみたい。顔わからへん。しかもなんか耳がちぎれました。おいしいです。おいしい。フルーツ系なんやろうな、うん、フルーツ系な気がする。いいね。ダイナマイト、フルードピアノ弾いてみたらどうなるのか。あ、すごい。立ち止まって動画撮るのを見てくれてる人がいる。あ、ほんまや。ちょっと映ってないですけども。はりましたね。着いた。ずっと行ってみたかったサンリオラバーズクラブです。これ韓国にしかないんです。今ポップアップを11月の末までやってまして、かわいい、かわいい、うれしい。サクさんが歓喜しております。ホンデにあるサンリオラワーズクラブに行ってきました。こちらの2階のカフェは事前予約が必須なんですけれども、1階のショップではショッピングが自由に楽しめるということで、楽しんでいきたいと思います。すごいこんな感じで、すごいおしゃれです。高速ターミナルに来ました。ここには600店舗くらいいろんなお店があって、買い物もあるし、おいしい感じでいろんなお店があるし、今はお米のお店があって、こちらサクさんの石焼きビビンバです。では食レポお願いします、はい。もう直前までジュージュー言ってました。うん、美味しそう。あ、韓国海苔もめっちゃ乗ってるし、うん、美味しい。辛いですけど、なんか
熱い。出来たてですもんね。あ、おいしい。めっちゃおいしい。しっかり辛い。しっかり辛い。でもおいしい。じゃじゃーん。これ何ですか？これトッポギの上にチーズが乗ってる。あ、おいしそう。ね、豆腐も韓国でマジトッポギをめっちゃ食べたくて、ようやく。買いました。これも気になります。いただきます。うん、美味しい。美味しい。美味しいです。なんか飲んだことない味。いただきます。え、すごい。めっちゃ辛そうな味ですね。めっちゃ辛そうですよね。あの日本で一回だけ食べたことがあって、はい、めっちゃ辛かったの覚えてて。やばいんじゃないですか。ほんまそうなんですか。いただきます。はい。うん。美味しい。うん。え、でもめっちゃ辛いです。めっちゃ辛い。めっちゃ美味しい。私はダッカルビ丼を頼みました。美味しそう。ちょっと食べてみます。いただきます。え、こっちめっちゃ美味しい。うわ、辛い。結構辛いです。結構辛いです。うん、これでも食欲が進む辛さですね。これちょっと汗かきそう。いい感じです。はい、ということでちょっとご飯を食べて今からカンナムに行きたいと思います。ここでいきなりいつものお知らせです。私たちのイベント出演情報などは X にてお知らせしています。概要欄から私たちの X アカウントに飛んでぜひチェックしてみてください。また新しい仲間も随時募集しています。制限定ですがぜひ概要欄をチェックしてみてください。カンナムでお買い物をして、はい、続いてはソースにやってきました、うん、やったー。ここは私がちょっと行ってみたかったところがあります、はい、はいはい、はい、行きたいと思います、はい。ソースはですね、とても大人っぽい、おしゃれ、そんな印象のある街でした。そしてこの韓国の旅行を計画している時からサクさんがずっと行きたいと言ってくれていましたコスメのお店があるということで、そちらにも向かいたいと思います。じゃーん、ずっと着てみたかったフィーのソースの、これは1号店ですね。わー、かわいい。フィーのお買い物ですね。わー、はい、にお買い物してきました。はい、私のおすすめで2人とも買ってくださいました。買っちゃいました。そうそうな、あの何個か見てて2個も入ってた。だから見つかりました。あ、はい、いいですね。はい、だいぶ夜になってきました。今は今何時でしょう。今はですね、きょん8時36分。おお、うん、いい時間。はい、でもさ、こんなにたくさんさ買い物できてさ、でもまだまだ行きたいところあってさ、すごいな韓国って。思わへん。そうよね。いろいろサクさんがおすすめここやでとかいろいろ教えてくれて、いろいろ仕入れてるんですけど、マジですごいね。いやいや、桜も初めてなんですけど韓国ね。すごい。めっちゃ調べてきたから。うん。嬉しいですね。ありがとうね。はい、それでは、はい、トンデム。うん。の方に向かいたいと思います。今から、はい、イエーイ、だけどやっぱり日本人めっちゃ多いですね。多いな。旅行者がめっちゃ多いです。店員さんもみんな日本語上手、ね、どこもね。あのサクさんがいつも一緒にいたら、うん、なんとかなんとかオッケーみたいな、あ、日本人日本人どこと間違われてんの。あ、確かに英語で一回話しかけられて、うんって顔したら、あ、日本人ですかって聞かれて、あ、はいみたいな。そうそう、一旦間違えた。はい、ソンス駅戻ってきました。ソンスでの滞在時間マジ短かったです。マジね、もう行きたかったそのお店に行ってって感じで。じゃーん、トンデムに行きました。これが、うん、このトンデムの、うん、名の由来の、うん、トンデムです。屋根見てる。意外と中って見れないんですね。で、意外とここからめっちゃ見えるけどな。そう、はい、ここでですね、トンデムの方に行ったんですけど、結局ちょっと人がなくて、ミョンドンにホテルがあるので戻ってきて、ミョンドンで、あ、うわ、これはこれは、韓国の牛肉のプルコギ。じゃじゃーん、冷麺でーす。
そしてなんかがいっぱい来ました。あ、これなんやろ、なんかわからへんけどいっぱい来た。なこれ乗せるんかと思ったけど、お通し的な感じなのかな。え、なんかちょっとずつ食べんじゃない。あ、そういうことか。わからないけど、あー、わかりますか。チヂミチヂミ、チヂミ来ました。めっちゃ美味しい、めっちゃでかい。なんかいっぱい、美味しそう、いっぱい来ました。来ましたね、韓国最後の晩ご飯。どうでしょう。うん、うん、美味しい。うん、うん、いただきます。あっつそう。マジどんな味なのかもわからん。優しい味なんですけど、で、ちょっと甘さもあるけど、ちょっと辛さもあるみたいな。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。なんか、韓国の冷麺ってちょっと食べてみたくて、韓国の冷麺って日本のなんか冷麺とはまだちょっと違って、氷がいっぱい入ってるっていうのと、なんかすごいもちもちっていうのがあって、さっき店員さんが切ってくれたんですよ。多分長いんで。めっちゃ美味しいです。うわ、弾力があって食べ応えがある感じします。今ですね、私はこのニラのチヂミを食べたんですけど、でも焼き加減といい、味といい、めちゃくちゃ美味しくて、ちょっとチヂミ歴代一番かもしれないです。はい、はい、ご飯食べ終わりました。めっちゃ美味しかったです。はい、で、今何時ですか、ちなみに。今ちなみにこの時じゃん。おーすごい、もうなんか、時間の感覚がバグる。もう一瞬人がいっぱいいるから、もうなんかそんな遅い時間って思わへんな。びっくりします。すごいですね。で、これからじゃあホテルに戻りたいと思います。